ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手は、今やメジャーリーグの顔となる存在です。その卓越したバッティングとピッチングの両立は、アメリカだけでなく、全世界の野球ファンを魅了しています。そんな大谷が、またしても記録的なパフォーマンスを見せた2024年9月5日の試合が話題となりました。この日、大谷はロサンゼルス・ドジャースの敵地で行われたエンゼルス戦に1番 DH として出場。 なんと45号ホームランを放ち、その打球速度は驚異の時速166キロメートルに達しました。この打球は、監督やチームメイトのみならず、対戦相手のロバーツ監督すらも驚愕させるものだったのです。今回は、この劇的な試合を振り返りながら、大谷翔平の45号ホームランの裏にある努力や、その瞬間に起こった出来事、そしてその後の影響について深く釣りしていきます。 驚異の打球速度時速 166km の瞬間2024年9月5日の試合大谷翔平は相手チームのエースから45号ホームランを叩き出しましたこの打球は通常のホームランをはるかに超える速度でスタンドに吸い込まれ時速 166km という打球速度を記録この数字は単にパワーだけでなくタイミングと技術の融合によって生まれたものであり 彼の打撃技術の高さを象徴しています。その瞬間、ロサンゼルス・エンゼルスのファンたちはスタンドで大歓声を上げ、対戦相手のロバーツ監督も思わず驚愕の表情を浮かべました。彼は試合後のインタビューで、彼のバッティングは別次元だと称賛の言葉を惜しみませんでした。大谷のホームランが生んだ戦略的勝利。このホームランは、ただの得点ではありませんでした。 試合は延長に突入しており、両チームが互いに譲らない状況で、まさに勝敗を分ける一打となりました。大谷の45号ホームランが生まれた瞬間、エンゼルスは試合の流れを完全に掌握し、その後の展開で逆転勝利を収めました。このホームランは、大谷がゲームチェンジャーであることを改めて証明する一打でした。彼の打撃は単なる得点ではなく、相手チームの士気を崩壊させ、 自分のモメンタムを一気に高める力を持っています。45号ホームランの背景にある努力。大谷翔平の45号ホームランに至るまでの道のりは、決して簡単なものではありませんでした。彼は2024年シーズンに入り、度重なる怪我やチーム状況の変化に直面しながらも、一貫して結果を出し続けてきました。その背景には、彼の日々のトレーニングと準備が欠かせません。 大谷は、ピッチングとバッティングの両方でハイレベルなパフォーマンスを維持するため、綿密なスケジュールで体調管理と技術向上に努めています。特に、打撃に関しては、ピッチャーとしての目線も生かし、投手の配球やタイミングを読んだ上での戦略的なスイングが特徴です。さらに、大谷のチームメイトやコーチたちも彼の努力を高く評価しています。ドジャース戦後 チームメイトのムーキー・ベッツ選手は、翔平の準備の仕方やプレースタイルは、常に学びがあると語り、彼のプロフェッショナリズムを称賛しました。ロバーツ監督が仰天した理由、大谷翔平のホームランに驚愕した人物の一人に、ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がいます。ロバーツ監督は試合後のインタビューで、あの打球速度は、これまで見た中でもトップクラスだった。 小平のバットスピードとパワーは異次元のものだと語っています。特に、ロバーツ監督が感銘を受けたのは、大谷のスイングの速さと力強さのバランスです。大谷は、スイングのスピードが速くても、パワーがしっかりと乗る打撃を持ち味としており、それが彼の時速 166km という驚異的な打球速度を可能にしました。ロバーツ監督は、対戦前から大谷を警戒していましたが、 この一打が試合の流れを一変させるとは思っていなかったと言います。それほどまでに、大谷の一撃は予測不可能であり、相手チームにとっては脅威となる存在です。日本とアメリカのファンからの反応。大谷翔平の45号ホームランは、日本とアメリカの野球ファンの間で大きな話題となりました。SNS では、彼のホームラン映像が拡散され、多くのファンが、これこそ翔平だ。 と称賛の声を上げました特に、日本のファンからは、大谷翔平は日本の誇りだとの声が多く聞かれ、彼の活躍に対する熱い応援が再確認されました。また、アメリカのメディアも大谷のホームランについて、今シーズンのハイライトの一つと報じ、彼のプレーを高く評価しました。結論、大谷翔平の未来と期待。 大谷翔平の45号ホームランと時速166キロメートルという驚異的な打球速度は彼の持つポテンシャルと可能性を改めて示すものでしたこれからも大谷はピッチングとバッティングの両方でファンを魅了し続けることでしょう今シーズン大谷はすでに多くの記録を打ち立てていますが彼の進化は止まることを知りません怪我や困難な状況にも屈せず常に前進し続けるその姿勢は 多くの人々に勇気と感動を与えています。彼がこの先どのようなパフォーマンスを見せるのか野球ファンなら誰もが期待していることでしょう。そして彼の次なる一打がまたしても歴史を塗り替える瞬間になることは間違いありません。